どうも、おしゃれマルチ研究所の大地です。今回はですね、チャンネルにいただいたね、質問にちょっとお答えしていこうかと思います。僕は先日約2ヶ月半ぐらいの減量を行いまして、7キロを落とすことができました。まあその時にね、ショート動画を作らせてもらったんですが、まあそこに来る質問がですね、やっぱり何を食べてたんだとか、まあ食事関係に関する質問が多いんですよね。なので今回はですね、この75日の間に僕は食べたかったんだけど、あえて食べなかったよっていう食材、まあ食材だったり料理っていうんですかね、その辺を紹介していこうかと思います。また1週間から10日に1回ですね、チートデイを挟んでました。チートデイっていうのはね、体の反応をちょっとね変えるために少しね普通の食事を食べるっていう感じなんですけど、まあそのチートデイにこういうのは食べてましたっていうのを今回は動画でちょっとお伝えしていこうかと思います。これから夏に向けてね、少しダイエットしたいなっていう方の参考になればと思います。それではね、やっていこうと思うんですが、今回はですね、7個に分けさせていただきました。僕が食べたかったけど食べなかったものですね。まず1つ目がですね、パンです。僕は基本的に毎朝パンを食べるんですが、減量期間始まったらパンじゃなくてオートミールになりました。パンといっても僕はね、食パンが好きなんですね。で、食パンにマーガリンを塗ったりとか、あとピーナッツバターを塗って食べるのがすごく好きなんですよね。なのでそのマーガリンだったり、まあ実際にはマーガリンとあと蜂蜜かな、蜂蜜をかけるんですが、その辺がどうしても脂質だったりとか、あと炭水化物ですね、糖質の部分が多くなってしまうので、まあ、それを少し改善するためにオートミールにしたっていう感じですね。オートミールには卵を入れるので、そちらでタンパク質も取ることができるので、栄養素的に言うとダイエット向きになるんですね。まあ正直ですね、オートミール自体は僕は美味しいとあまり思ってないんですけど、まあ、その減量期間だけはね、その朝はパンからオートミールに変えて食べていました。本当はね、心の中ではね、思いっきりね、クロワッサン食べたかったです。やっぱね、バターの風味漂うね、クロワッサンは美味しいですよね。まあ特になんですけど、減量期間になるとですね、パン屋さんの前っていうのは本当に辛い。いい香りするじゃないですか、パン屋さんって。あれは非常にね、誘惑ですよ。なのでダイエットの一つのコツとしてはね、パン屋さんの前は通らない。そして2つ目ですね、2つ目は白いご飯です。ご飯はやっぱり取らなかったですね。基本的にご飯から玄米に変えました。まあ正直言ってね、ご飯から玄米に変えてそんなにすごい変わるかっていうと、うーんっていうところはね、正直あります。まあ、玄米の方が食物繊維は豊富ではあるんですが、まあね、一応ね GI 値は低いよってなってます。まあ僕の場合はなんかね、こう白いお米を食べるよりも玄米を食べている方がダイエットとか減量のスイッチが入るんですよね。オートミール玄米を食べ始めると、自分の中の気持ちのスイッチとしてこう切り替えができるっていうのはあるんですよね。どうしても白いご飯を食べてる間ってあまりこうなんか減量してるっていう感覚になりにくいんですよね。なので僕としては栄養素云々という話もね、まあ、なくはないんですけどそんなに変わらないと思うんですね。なのでどちらかというと気持ちの切り替え的に、まあ、そういったオートミールとか玄米に切り替えることによって自分は減量してるぞっていうスイッチを入れると、まあそういった意味合いもあって玄米に変えてます。実際にまだね玄米残ってるんですが、途中で減量中断しちゃったので、もう中途半端にね余った状態になってます。あの玄米どうしよう。なのでね、減量モードが終わってしまうと玄米食べる気がサラサラなくなるんですよね。これ自分でも不思議だなと思うんです。減量スイッチ入ると玄米食べたくなるんですけど、減量終わったと思うともう一切食べたくならないと、そういう感じになってます。そして3つ目ですね、もうこれはまあ当然ちゃ当然かもしれませんが、まあ、ラーメンです。ラーメンはやっぱり食べません。まあラーメン好きな人って本当多いじゃないですか。どうしてもね、やっぱり週に1回はラーメン食べたいとか、もしかしたらお昼ご飯はカップラーメンも一緒に食べないと気が済まないっていうのもすごくよくわかるんですね。実際僕もそういう時期がありましたし、このラーメンだけはね、なんて言うんですかね、ちょっと難しいんですけど、もう僕もね8年ぐらい筋トレとかやって体を変えようと思ってやってるので、少しずつですね食べなくなってくるっていうのがねありますね。初めはすごいきついかもしれないんですけど、だんだんねラーメン食べないのに慣れてくるんですよね。もちろんラーメンもねすごく美味しいんですよ。やっぱ油入ったりとかするのすごい美味しいですし、美味しいのはすごいわかるんですけど、食べた時の罪悪感ってねなかなかねないぐらいラーメンって強いんですよね。これ不思議ですよね。あのパン1個食べるよりもラーメン食べた方がすごい罪悪感感じると思うんですよ。なので僕はですね、ラーメンはやっぱり少しずつね食べなくなりましたね。まあ、あとね年齢とともにねちょっと油っぽいのがきついなっていうのも正直あります。なので蕎麦は食べました。コンビニのいわゆるこう割り子そばっていうんですかね、あれはすごい好きなのでさっぱりしてて、その辺はたまに、本当にたまにですけど食べたと思います。あとはうどんとかもあると思うんですが、うどんは僕にとっては、ね、白いご飯に近い存在なので、やっぱり減量の切り替えのスイッチが入ると食べないですね。であとパスタとかですかね、まあ、パスタもね、人によっては減量期の時にその食べるって人も聞いたことはあるんですけど、僕はあまり食べなかったですね。まあ個人的にパスタがすごい好きなタイプでもないですね、嫌いじゃないんですけどね、食べたい時も
もあるんですけど、まあ絶対食べたいかって言われるとそうじゃないので、まあパスタはねそんなにきつくなく我慢できたかなっていうところですかね。ただパスタは我慢できるんですけど、マカロニサラダは食べたい。パスタは我慢できるんですけど、マカロニサラダはねきついなというところがありました。そして4つ目ですね、肉の油です。肉の油と肉の皮ですね。鶏の皮とかもそうですし、やっぱり脂身が多いものっていうのはね、なるべく取り除いて食べるようにしてました。まあ基本的に食べるお肉といえばもう鶏胸肉だったりとか、あと豚肉だったら、ももとかね、いわゆるそういう脂の少ないとこですよね。そういったところを食べるっていうのがもう基本ですね。でこういうことを言うとね、やっぱ鶏の皮がうまいんだよなんていう人もいると思うんですけど、まあその気持ちもすごいよくわかるんですね。鶏皮美味しいですね。パリパリしたりね、こうね焼き鳥でこう食べたいですよね。食べたいのもわかるんですけど、これもねちょっとラーメンに近い感じかもしれないですが、少しずつ食べなくても平気になってきたっていうところがね、僕はありますかね。なんか頭の中でプラスマイナスみたいなのを考えちゃうんでしょうね。これ食べても体にプラスにならないかなって思うと、ちょっと我慢できたりとか、するっていうのはあります。まあ減量終わったらね食べれるしっていうのもねもちろんありますし、まあこういったね減量とかを何度かやったりとかすると、肉の油がどれだけこう自分にとってですね、こうマイナスっていうんですかね、マイナスっていうか体を作るという意味ではやっぱどうしても脂肪になりやすいっていうところを自分でも分かっているんですよね。もう僕はねとにかく豚バラとかすごい好きで、豚バラの薄切りのねこうしゃぶしゃぶとかも最高に美味しいじゃないですか。やっぱそれ食べたいんですよ。でそれをすごい食べるとやっぱねお腹が出てくるっていうのをもう自分で体験してるんですよね。まあそこで我慢できるっていうところですかね。まあ人によってはねそれでも食べたいよっていうのもね、まあ、それはね本当に気持ち分かりますね。もういつかとにかくね太らない豚バラ、これをね誰かに作ってもらいたい。それからですね、今度ちょっと食べ物じゃないんですけど、飲まなくなったっていう感じですかね、ジュース全般です。ジュースは基本的に飲みません。僕が普段飲むのはブラックコーヒー、水、プロテイン、 BCAA、EAA みたいな、まあアミノ酸ですね、これらしか飲んでません。例えばコンビニとか自販機とかで購入するってことはないですね。まあ何か購入するとしてもやっぱり水になっちゃいます。もしくは炭酸水ですかね、ノーカロリーの炭酸水。あとはまあゼロコーラとかそういったゼロカロリー系の飲み物っていうのもあると思うんですけど、まあコカコーラに関してはまあ基本的に原料じゃなくてももう赤いコーラ、普通のコーラっていうのは飲まなくなりました。基本的にやっぱゼロコーラを飲むっていうのがもう癖になってますね。なのでどっちかというとね、あの赤いコーラのね味をね忘れちゃいました。もう何年も飲んでないからどんな味だったかなってね覚えてないんですよね、だんだんそうなってきます。あとはですけど、いわゆるオレンジジュースとかそういった果実系のジュースっていうのもやっぱ飲まなくなりましたね。まあもともとすごいよく飲むタイプではなかったかなっていうところですかね。そういった炭酸飲料だったりとか、なのでそんなにね厳しくはないです。 あとね、お茶は飲みますね。緑茶だったりウーロン茶とかっていうのは飲みます。まあ、それを出されても全然飲めるかなっていうところですかね。そしてね、これがね意外ときついんですよね。皮物です。皮物っていうのはね、僕が勝手にジャンル決めちゃったんですけど、餃子、春巻き、シューマイとかですね。これはね食べたかった。餃子とかねやっぱ食べたいですよね。何でしょうかね、食べれないことはないと思うんですよ。皮自体はね炭水化物になると思うのでそこまでね悪いもんじゃないんですけど、これもやっぱりちょっと気持ちの切り替え的なところもあるのかなと思うんですが、やっぱね食べなかったですね。近くにですね、あの餃子の王将さんがあるんですけど、もうこれの前を通るたんびに餃子美味しそうだなって見て通るっていうね、まあ、それで我慢してたっていうのはあります。あとはね春巻きとかね、あのサクサクの春巻きとかやっぱ食べたいんですよね。食べたいんですけど、まあ、中身も何でしたっけ、春巻きの場合あの春雨とかね、そういったのを入れるんですよね。お肉の量も少ないんでやっぱタンパク質量が少ないというところで、栄養素的にはねあまりこう減量向きじゃないかなっていうところですかね、まあ、それからシューマイですね。シューマイに関してまあ普段あんまり食べることはないので、まあ、それはねそんなにきつくなかったですかね。あと似たようなところで言うと、こうなんですかね、あの豚まんとか、そういったピザまんとかですかね。それもまあ皮物じゃないですけど、そういったものも、食べてません。なのでそれこそね、ラーメン、餃子、チャーハンセット食べてる人っていうのは本当に羨ましいですね。おそらくですけど僕生涯食べることないかもしれないですね。まあどれか一つなら食べれるんですかね、一食に対してですけど、もう二度とないかもしれない。やったらどうなるんですかね、あえて今度ねこう所長ラーメン、餃子、チャーハン食べるみたいなね動画を作ってみても面白いかもしれないですね。面白くないのかな、研究にとってはどうですかね。よかったらコメントで教えてください。そして7つ目ですね、これは正直人によっては一番きついんじゃないかなと思います。お菓子です。お菓
菓子はね、好きな人は好きですから、僕もお菓子好きなんですね。僕が普段食べるんだったら本当チョコレートとか、いわゆるあのチップス系ですね。もうポテチ大好きです。一番きつかったのはポテチだったのかなと思うぐらいですね、食べたかったですね。特に夜に食べたいなってのは僕はあんまないんですけど、間食でねこうしょっぱいもの食べたくなるんですよね。とにかく僕はねレイズのサワークリームがすごい好きで、まああれは食べたいなって思ってました。ポテチが食べれなかったのが一番きつかったかなと思います。あのチョコも好きなんですけど、チョコはプロテインバーで結構ねチョコレート系って多いんですよ。なのでね食べれるんですよね。チョコ系のプロテインバーを食べればいいだけの話なので、なんですけどやっぱポテトチップスっていうのはね難しいですよね。まあ実際ねクエストなんかにはプロテインのねポテトチップスみたいなのも売ってるんですけど、あれもまあ高いんですよね。相当高いんでなかなかやっぱり買えないっていうのがありまして、まあ我慢するしかないなっていうところでしたかね。なので以前ね紹介したおやつカンパニーのボディスターとかね、ああいった、まあ、大豆スナックですかね、あれを食べてちょっとごまかしてたっていうのはあります。ただねあれ食べてもやっぱポテチではないので、まあ、ポテチはポテチで食べたいというところですかね。食べ出すとね止まんないですよね。それからですね、チートデイに食べていたものですね。まあこちらはね、1週間から10日に一度だけ食べていたものです。まあ毎回毎回食べてたわけじゃないんですけど、たまにだったらいいかなと思って食べてたものを3つ今回は紹介したいと思います。1つ目はですね、カレーです。まあさっきも言った通り白いご飯を食べなくなったんですが、カレーを食べる機会がやっぱ少なくなりました。でやっぱカレーはねたまーに食べたくなってしまうんです、僕はね。なのでそんな時はカレーを食べます。まあ自分自身でカレーを作るってことは僕はないんですけど、ココイチさんとかカレーショップ行って食べるというのはもう本当にたまーにやってましたね。カレーも具材によってはそこまで高カロリーにならないので、まあ例えばカツカレーみたいな風にしちゃうとかなりねカロリーが上がってしまうので、まあいくらチートデーとはいえ、そういったものは僕は食べないようにしてました。そしてチートデイに食べてたものは2つ目はですね、鉄板焼きです。これはねいわゆるペッパーランチさんなんですけど、僕ペッパーランチにハマってまして、なのでチートデイの時も行きましたし、減量が終わってからもすぐに行きました。あれ美味しいんですよね。もうある意味あのペッパーランチっていうのは一つ完成してる感じが僕はするんですけど、皆さんはどうですかね。自分でもね自作でペッパーランチ風なご飯を作ったりとか、そういったのをしてますね。いずれね見よう見まねの所長のペッパーランチっていう動画でも作ってみますかね。そして最後ですね、チートデイで食べていたもの、これが一番多かったんじゃないかなと思います。マクドナルドです。はい、僕はマックが好きですね。マックでハンバーガーとか、あとポテト、まあ、さっきのチップスにも関わってくるんですけど、マックのポテトだけは自分の中で OK にしてました。これはねダイエットという面ではマックのポテトはいいところ特にないです。ないと思います。あってほしいなとは僕も思うんですけど、やっぱね油で揚げてますし、まあ、ポテト炭水化物だけなので、まあ、脂質と炭水化物だけっていうところの組み合わせはねやっぱ正直ねダイエットには不向きかなと思います。なのでたまに食べるマックっていうのは本当に美味しかったですね。で減量もね結構進んでいくと、いわゆるチートデイでももう今度はポテトは食べないとか、まあ、ハンバーガーを2つだけ食べるとか、そんな風にして、やってました。そういう意味ではねダイエットとかで減量とか頑張っててもたまにねマック食べれるっていうのはねわかるんじゃないかなと思います。まあそんな話してたらねマック食べたくなりましたね。ちなみに所長はなんだかんだでビッグマックを食べてる感じがします。皆さんはマック何が好きですか？はい、という感じで今回はですね、僕が減量期間中に食べたかったけど食べれなかったもの、そしてチートデイにはこういうのを食べてましたよというのを皆さんにご紹介させていただきました。まあこれらはですねあくまで僕の体に合った食生活になりますので、これがね皆さんにそのまま当てはまるかと言われるとまたそうじゃないかもしれませんので、まあその辺はご注意ください。あくまで参考程度にしていただけると幸いかなと思います。この動画をちょっとでも楽しめたよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま研究員募集中です。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに다시 한번